続いていきましょう。こちらです。あ、この箱見たことある。リポーター名アイルトンセンナダ小川さん。もうこれはセンちゃんのカレー部に向けてですね。北海道葛西郡目室町です。あ、左利きさんかな。スプーンの向きが左だ。あれ、カレーのご飯って私右に予想気がする。あれ、どっちだ。カレーのご飯ってそう言われると分かんなくなりますね。いや、左にご飯で右にルーかな。あれ、考えると分からなくなります。割とルーが左側が多い。あれ、どっちでしたっけ。ご飯センターって方もいらっしゃる。まあ、食べ方人それぞれですもんね。そっかそっか、もうご飯右左じゃなくて平らく持って上からかけちゃう方もいますしね。カレーは基本的に年中食べてます。今日のランチはお家でちょうどレトルトカレーでした。今日だ。ポピュラーな価格帯のレトルトカレーではこの銀座カレーが美味しいです。もうちょっとランクを上げたらカレー曜日もうまい。え、聞いたことない。ルーは右です。札幌の方。なんかもうたくさん考えて分かんなくなっちゃった。自分でお皿に盛るとしたら、私、そうだ、左がご飯で右がルーですね。まあ厳密な決まりはないです。分かんない、日本カレー協会とかがあったら決まりがあるのかもしれないですけど、自分が食べやすいのが一番ですね。で、レトルトカレーの他のおすすめは、これも美味しいし、カレー曜日ってやつも美味しいって来てた。カレー曜日？それは何曜日ですか？初めて見た。 SB 食品さんから出てるみたいです。あ、具沢山タイプだ。でもレトルトカレーって美味しいですよね。手軽ですし、私も好きです。